どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、ゆうこるです。今回なんですけども、こちら、新フロア屋上チャレンジの詳細が更新されましたということで、見ていこうと思います。まずは、未知の新星、新フロア登場ですね。今回、屋上に新フロアが登場。これは5月1日12時からですね。そして、屋上が獲得できるスペシャルダンジョンは、4月28日金曜日18時から挑戦できるようになります。はい。屋上フロアは、協調をね、クリアしてると挑戦できます。今回の屋上ではですね、プラスポイント2970と経験値コインに加えて、道中で、極キングルビードラゴンなどの強化合成用モンスターが確定5体ドロップします。これらはパワーアップ合成の素材にすると合成経験値1億になるモンスターということでね、なかなかすごいねこれ。今回こちらが屋上新しく、実装されます。でまあ強化合成用モンスターが大量にゲットできて、さらにはイフリート、リバイアさん、ファフニール、シンリュウ、ティアマットがボスからドロップしてランダム1体ドロップです。そして屋上チャレンジは制限時間25分でした。はい、どうだろうね。協調が25分だったんですよ。あの難易度で協調が25分って考えたら、今回の25分も全然簡単ではなさそう。めちゃくちゃ難しそう。ただ、正直楽しみ。楽しみだけど、なんか、今月末から来月の最初にかけて、イベント多すぎるんで、ちょっとなんか、上バグったのかな、マジで。これを分散して開催すればよかったのに、なんかいきなり終盤に詰め込んできたんだよな。絶対屋上とか1週間前でよかったら実装。とか思いながらもね、こんな感じで。はい。奇跡 99×、5の495個ですね。ボスの奇跡495個で、こちら、竜玄門かな、新しい新モンスターがゲットできます。ただこれ、マジでやばい。これ本当にクソ仕様だけど、これをクソ仕様って言ってる人に一個だけ言いたいのが、これね、本来ガチャ限定キャラなんですよ。それを一応無課金税とかでも取れるようにしてますよっていうシステムだから、ないよりはいいのかなとは思う。ないよりはいいなって思います。うん。ないよりはいい。って感じ。ないよりはいい。もう一回言います。ないよりはいいって感じですね。はい。で、イフリート等ですね、すべて強化入るっぽいんで、ちょっとこれ、もう見ていきましょうか。多分、バカほど情報多いけど、全部見ていこうと思います。はい。え、これやばい。ちょっと待って、これね、サクッと見ていこう。まず、イフリートこれから、10強4つにドラゴンキラー、攻撃キラー、スキレルになります。こいつも同じく10強4つにドラゴンキラー、体力キラーになります。イフリート10強4つドラゴンキラー、神キラー。こちら10強4つドラゴンキラー、回復キラー。こちらイフリート10強4。お前だけトラップやん。お前10強ないやん。2ウェイ6個10強2つに2ウェイ超1マシンキラー倍に対するプラスがつけるようになるって感じです。これがまずはイフリートです。続きましてリバヤさん、10強4つにドラゴンバランスキラーです。こちら10強4つドラゴン攻撃キラーです。10強4つドラゴンマシンキラーです。10強4つドラゴン体力キラーです。ここら辺火力枠になります。からのリバヤさん、10強2つ2ウェイ6個になっております。水裂がついてる人になかなか使い勝手は悪そうですね。はい。ただ一応リーダースキルが76マス HP2 倍ダメージ半減攻撃20倍と76マスリーダーになってます。無課金キャラだからね。ファフニール10強4つドラゴンバランスキラー持ってます。ファフニール10強4つドラゴン体力キラー持ってます。ファフニール10強4つドラゴン回復キラー持ってます。ファフニール10強4つドラゴン悪魔キラー持ってます。そしてこちら10強2つ無効管2ウェイプラスに超覚醒浮遊持ってます。火力高かつリーダースキラー76マスリーダーで HP2 倍半減攻撃22倍です。これは普通にノーチラスとか倒したらかなり強そうなんで、76枠で使えなくもないのかなって感じ。神竜10強打つドラゴン悪魔キラー持ってます。神竜10強打つドラゴン回避キラー持ってます。神竜10強打つドラゴン体力キラー持ってます。神竜10強打つドラゴンバランスキラー持ってます。からのこちらです。はい。でん天竜ですね。10強2つ無効管 2way プラススキブプラスに光列4つで超覚醒浮遊持ってます。76マスリーダーです。ラストティアマト10強4つドラゴンマシンキラー持ってます。ティアマト10強4つドラゴン攻撃キラー持ってます。ティアマト10強4つドラゴンバランスキラー持ってます。ティアマト10強4つドラゴン神キラー持ってます。ティアマトこちら10強2つ無効管に浮遊持ってて 2way プラススキブプラスつけれるって感じになっております。という感じが今回のティアマットたちの調整でした。まあ全体的に火力が上がっていて火力枠になれるようになっていて、あとリーダー枠のキャラたち5体は76マスリーダーになったって感じですね。強調チャレンジは明日もう夜18時から来ます。もう明日には来るんでぜひ頑張っていきましょう。続きましてメンテナンス後よりレアガチャ星を紡ぐ精霊フェス期間2が登場いたします。今回のレアガチャフェスではですね、こちらバルキリーシール等が調整されるみたいです。こちらメンテナンス後にはもう実装ということで見ていきましょうか。はい。まずは進化前からです。10強2つドラゴン神悪魔キラーで、かつ回復泥鏡プラスが増えたんですね。で超覚醒回復泥鏡プラスも増えていて、回復泥鏡4つ持ちになってサポートできるようになってます。スキルも消せない場合の覚醒無効 HP 全回復6解除生成が8ターンです。リーダースキルは回復 HP 攻撃 4.2倍、弓2秒延長、4コンボ以上攻撃6倍、固定300万ダメージです。はい。攻撃力が5倍分上がってるんで、実質10強3つのドラゴン神悪魔キラーみたいな感じになっていて、
やばいっすね。火力バカ高くなってると思います。これがシエルです。シエル進化後、ドラゴンキラー7強6個 2A プラスで攻撃力1万2000です。やば。さすがに強そう。スキルも消せない場合の覚醒無効 HP 全開に6回以上回避効邪魔毒爆弾光生成あるので、まあそれこそウルフデータのところに詰め込んでも結構使えそうですね。水シエルも強化入ります。回復泥強がまとまって10強10強無効化になってますね。もともと10強無効化だけだったんで、これが10強10強無効化になって超覚醒10強もあるので火力出せるようになってます。火のシエルも一生回復泥強4つに、10強10強10強無効化ができるようになってます。一応リーダースキルは火の2項目でダメージ激減、攻撃22倍、3項目加算、火の回復力2倍持っていて、水の方も水エルジで激減、攻撃24倍、3項目加算、水の回復2倍と激減回復リーダーで使いやすくなってます。バルキリーファム、なるほど。 なんだこれ。7強6 2A プラス7強6個回復努力4つ、スキビ4つ、ガドブレ、超学生、悪魔キラー、バランバインド耐性、7強冬持ってます。はい。リーダースキルは回復と神の攻撃20倍、指5秒延長、火の4攻撃ダメージ激減、4項目加算になってます。なんかおもろいな。まあ冬がついて火力出せるようになりました。バルキリーファム普通にいいんじゃない。で進化後の方、ドットの方に関しても五感7強プラス攻撃キラー3突、そして超覚醒冬ついてます。スキルは2ターン落ち込んだし属性吸収無効、6解除回復生成が3ターンって感じです。で、ファムの武器に関してはスキルが強化入っております。はい。で多分同じ感じかな。A に関しても 2way プラス7強6個回復努力4つ、スキル4つ、ガドブレになって超覚醒冬ついてますね。全く同じ感じですね。でこちらも攻撃キラー3突水属性バージョンでスキルも同じように強化入っております。はい。で武器も同じ強化入ってます。多分色が違うだけかな。バルキリーエリゼも同じくの強化って感じです。はい。ここら辺もさっきとほぼほぼ一緒で同じような強化が入っております。武器ちょっと強化期待したけど武器は強化入んなかったね。闇も同じで 2B7 強6個に冬がついて、攻撃キラー3つ7強プラス無効化になって、あとはこのバルキリークレルもスキル強化って感じでした。はい。という感じで、ね、今回の星を紡ぐ精霊フェスの強化となっております。まあそんな強いわけじゃないですが、バルキリーシールとかに関してはサブでかなり活躍できるだろうしね、相当強くなってくれたんじゃないかなと思います。はい。これが星を紡ぐ精霊フェスの第2弾のピックアップとなっております。はい。続きましてこちら、4月29日0時より魔法石10個ゴールデンウィークスーパーゴッテスが開催決定です。このね、新キャラの流言門かな、これも新たに登場するということで見ていきましょう。今回この新キャラはピックアップ率 2.5% で実装されます。はい。で、ノーチラス、レムートーも 2.5%、 シェール、アンタレス、アマテラスオカも 2.5% です。さらには5連ガチャドラが的中すると、魔法石10個ゴールデンウィークスーパーゴッドSが、まあ、5連ガチャドラ除いたバージョンが5連もらえるということで、まあ、ほぼほぼゴールデンウィークスーパーゴッドSが5連引けます。はい。さらに今回の出現するモンスターは全てレベル最大、スキルレベル最大、フル覚醒プラス2級なのです。星8なんだ。しかもこれは引きに行きたいよね。ロイヤル、ウルトナ、ダイオ、ラフィーネ、グランエルブ、ヒカリオレネ、ホノリアワリン、マーメンサキバス、シエル、デイトナロイヤル、サフィーラ、レム、エキドンサラ、マデュール、シャサギリ、カメラ、シルベルト、マーハ、カミムスビ、ヨグ、アメミナ、グレモリー、フェネル、バルディン、カエデ、スクルド、カーリ、メタトロン、アンタレス、アマテラス、オオカミとなっております。はい。こちらはそうですね、もう性能機能話通りですが、相変わらずまあめっちゃ強そうですね。一応無課金キャラということでね。え、BGM セットもらえるんだ。すごいね。で、ログインで開催記念スーパーゴッド S ガチャがもらえるんで、ぜひやりましょう。さらにはモンスター交換所で虹もゲットできるみたいです。こちら、ゴールデンウィーク中丸々開催です。はい。で、からの昨日発表された調整ですね。まず、レムーに関しては、回復努力を6個、スキブプラス、冬がつけれます。回復努力6個でもできるし、冬にもできるし、スキブプラスもつけれるって。偉くね？レムーめっちゃ強そうだけど、いいね。でローチラスに関しては昨日発表された通りのままですね。でも普通にありがたすぎる。4コンボ加算リーダーになるのはナイス。え？ L 字4つになって10強10強無効化無効化になりました。リーダースキルもう強化入って、水の HP2.2 倍、攻撃力28倍、水焦げしダメージ半減、4コンボ加算、固定500万です。そっか、もともとロイヤル3コンボ加算だったんだ。4コンボ加算になりました。いいね。からのレムーのこっちのフェスゲンの方です。電波ラ 3.3 倍、6コンボ軽減、火の6攻撃攻撃9倍、固定500万と強化もらっております。はい。という感じでした。さあ、そしてこちらちなみに実装同じくね、金曜日です。ラソー魔法石120個もらえる5月クエストダンジョン登場です。イエイ、神です。はい。見ていきましょう。こんな感じです。レベル15、石15、イベントメダル黒。あ、ちなみに待って、何も特に追加条件はないよね。そうですね、多分今までと一緒の5月クエスト、4月3月とあんまり変わらないかなと思います。石15個、イベントメダル黒、提言時間60分。なるほど。で
レベル14、石14個。レベル13、石13個。レベル12、3体化編成。お、スキル縛りなくなってんじゃん。めっちゃいいね、これ。いや、スキル6回までは本当に難しかったから、これ3体化編成は全然いいね。ほぼほぼ、ほぼほぼ関係ない。レベル11、同キャラ禁止です。レベル10、魔王石10個。レベル9、スキル1回、石9個。レベル8、固定チーム。あとは7654321でアマテラスアンタレス確定。これさ、え、ちょっとマジでさ、1個だけさ、運営神だと思うんだけどさ、このしれっとレベル1にアマテラスアンタレス確定ガチャとか置いてくれてるやん。これめちゃくちゃ神だよな。まあ、アマテラスの方はまだ100ポイントってあれかもだけど、アンタレスなんてさ、入手手段意外と少なくて持ってない人も多いと思うのね。その複数体ってなると。これを 50% でゲットできる、しかもレベル1クリアでって考えたらめちゃめちゃでかいよな。これマジ神運営。っていう感じが今回の最新情報でした。まあ、ゴッド S も来ますし、新キャラの進化も来ますし、バルキリーに強化も来ますし、億長は明日から来ますし、もう忙しすぎますが、ぜひ皆さんね、4月末もパズドラ楽しんでいきましょう。じゃあ、チャンネル登録、高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。